陳天下は、新末の革命家。花協会や中国同盟会に参加した、半身、革命派の人士である。字は、星大、家庭。別号は、重益。少年時代は、牛飼いなどをせざるを得ないほど、貧困の生活を送った。1896年頃、父に従って進化健常に移り、商人として働く。その後、思考書院で学び。 さらに進学を提唱していた進化休日学堂へ進学した。1903年、学堂の推薦を受けて、人天下は日本へ留学し、公文学院で学んだ。この年の4月、ロシアの東三省への進行に起こった人は、日本留学生たちと巨人若牛隊を結成し、さらにこの組織は、軍国民教育会へと発展、改装されている。人は、高校ともに、 帰国革命運動員に推挙され、同年冬に帰国した。帰国後の1904年4月、陳と木、さらに宗教人、隆起一らは調査で花協会を結成する。間もなく、阪神武装法規を計画し、回答や厚生省の防衛投領らとの連絡を担当した。しかし事前に発覚し、陳は日本に逃れ、法政大学法政促成果に入学する。 1905年8月、孫文らにより中国同盟会が東京で成立すると、陳天下も発起人の一人となった。陳は、解消基礎院に推挙され、革命法略の執筆事務にも参与した。帰還し、民法が創刊されると、陳は戦術院に任ぜられている。しかし、1905年11月、日本の文部省が、新朝等の要請に応じ、いわゆる、 新刊日本留学生取締規則を発布すると、これに悲憤口外した、陳天下は、同年12月8日に、大森海岸にて、受水自殺した。ロシア艦隊を、日本海で全滅させた日本に比べ、祖国は、満州王朝の植民地のままであり、また自身の革命運動も挫折していたため、陳は、落ち込んでおり、朝日新聞が、安全な日本で酒の勢いで、大言相互する。 中国人留学生を報奨比列と評したことを知った夜に受水自殺したという。去年31、遺書には生きて、忠国を空断するより、自ら死んで、報奨比列の汚名をすすぎたいとあった。翌年、遺体は、コナンに戻り、調査の学生や各界人士の追悼を受け、竹葉山に葬られている。新天下の著書には、猛解答、継承、死粛。 国民出読、最近政権の評決、最近の方針、中国革命指論などがあり、自殺直前には遺書として絶命書を残した。特に全2冊は、その読みやすさや主張の明快さなどもあって、新朝の発見や取り締まりにもかかわらず、革命派の宣伝書として広く、一般にルフ、普及している。自殺する、少し前にあった尊文に当てて書かれたと言われている。 絶命書には革命の心構えが記されており、責任感を持てと外国を頼るなであった。後者の例には、スペインからの独立にアメリカを頼った結果、住民20万人がアメリカ軍に虐殺され、その植民地にされたフィリピンを挙げている。宮崎東天33年の夢、松岡聖豪の地を千札、1168や2006年12月30日。 ありがとうございます。